本庄、推理台帳は？あ、それなら奥の書棚です。そうか、んだったな。土井が入院した翌日、欠員を補う人員が送られてきた。兄貴との場合とは違い、土井が復帰するまでの補充要員だったのだが、戦力不足を補うため土井の復帰後も続投が決まっていたけれど、さやがいい例で補充要員には運のないのが桜坂消防署だった。大地、尾形ちゃんってあんたの兄さんと同期だったんでしょ？尾形ちゃんってお前な。けどそれがどうしたんだよ。言ってやってよ。消防無線は標準語で喋れって。聞き取りにくくって困るのよね。自分で言えよ。俺は嫌だね。それにいいじゃないか、味わい深いだろ。そこをなんとかね。ほら、大地宛ての手紙持ってきてあげたことだし。交換条件かよ、汚いよな。ふう、少し目が疲れたかな。お疲れ様、大地くん。千鶴さん、いつからそこに？え？ああ、今来たところだわ。手紙を読んでいたから気がつかなかったよ、ごめん。目が疲れたんじゃない？鑑識結果を持ってきたけど、今度にしましょうか。いや、いいんだ、このままついでに見ることにするよ。そう？無理しないでね。この運転手、坂口というのか。ふーん、火災現場の写真を撮っていたんだ。坂口？ど
こかで聞いた気がするけど、おや、この写真は廃工場、こっちは花村ビルだ。偶然居合わせてシャッターを切っただなんて考えにくい。まさかこの坂口って男、火事が起こることを知っていた。だとするとこの男が放火犯かもしれない。どう、何かつかめたかしら。まだ何とも言えないよ。真実は霧の彼方ってところかな。そう、でも元気出して、必ず真実は見えてくるものよ。うん、希望は失わないつもりだよ。それに土井くんも明日退院することだしね。そうか、あいつとうとう退院か。明日からまた賑やかになるわよ。困ったもんだね。第一、約束守ってよね。約束？だから尾形ちゃんのでしょ。わかったよ、行けばいいんだろ。千鶴さん、また後で。ええ、私ってバカよね。メールなんて二度と届くはずないとわかっているのに。一件届いているわ。これはバースデーパーティーを開く、共に祝おうじゃないか、院長室でささやかにな。これは一体どういう意味なの。火災指令、火災指令。病院火災第4出場、桜坂区芝三川7丁目42番地桜坂総合病院、出場隊桜坂人。病院火災、まさかこのことなの。出場だ、総員続け。了解。火災、病院、桜坂総合病院。まさか土井くん、大変、こうしてはいられないわ。
に向かわせる。現着しました。やってるがゴブゴブだ。の辛抱っすよ。ドイ大地さん遅いっす。スルリ、ドイ、この人で最後なの？まだわからないっす。多分まだ何人かは。大地、ドイ、その老人を頼む。みんな行くぞ。ドイ、あんたは避難するんだよ。残念だけどそうするっす。俺たちは散開して人命検索に当たる。いいな。了解。これだけ燃えたら厳しいわね。要救助者発見。直ちに救出する。任務人命検索に移
ますわ。こちら桜坂ひとまる号。桜坂ひとまる号。ひとまる号。了解だぜ。了解。
こちら桜坂ひとまる号。こちら桜坂ひとまる号。了解。了解だぜ。こちら桜坂ひとまる号。了解。いた、要救助者だ。こちら桜坂ひとまる号。了解。誰かいるのか。おい、任務を人命検索に移すわ。こちら桜坂ひとまる号。ご苦労でした。あとは我々に。ありがとう。要救助者搬出完了。おい、念のため人命検索しておく。誰もいねえが。念のため人命検索する。いたら返事しろ。桜坂ひとまる丸から桜坂ひとまる5へ、要救助者の存在が確認された。至急診療棟へ向かえ。了解、直ちに急行します。桜坂ひとまる号から桜坂ひとまる丸へ、診療棟5階に到着。これより任務に当たります。了解、速やかに人命検索に当たれ。了解。災い転じて福となす。これが成功の秘訣だよ。秘訣。これは事故。カルテが燃えたのは事故なんだ。あったあった。
存在してはいけないカルテだもん。医療ミスを証明できなくなった。これでもう誰も。
桜坂ひとまる号。了解だぜ。止まるぞ。
ているのか？念のため人命検索しておく。桜坂ひとまる号。了解。鎮圧完了。人命検索しておく。こちら桜坂ひとまる号。了解。了解。了解だぜ。人命検索しておく。念のため人命検索。おーい、桜坂ひとまる号、至急診療棟の6階へ向かえ。火星が強くなったように見える。了解。